ワイルドスピードアイスブレイクは2017年公開のアメリカ合衆国のカーアクション映画ワイルドスピードシリーズ第8作キューバハバナでハネムーンガーリのバカンスをレティと楽しんでいたドミニクはラルドから車をかけたレースを挑まれ最終的に車を炎上の末に海に沈没させることになるもの,の勝利と敬意を得るそれからしばらく経ったある日ドミニクは サイファーと名乗る女性と出会い、彼女から自分の部下になるよう申し込まれる。最初応じる気はないドミニクだったが、彼女にスマートフォンのある写真を見せられると表情が一変する。一方で、娘のサッカーチームの監督をしていたホブスにも、外交保安部からドイツ・ベルリンの反対性派の武器商人たちによって奪われた大量破壊兵器とみなされる電磁パルス砲を独力で、 取り戻す、極秘任務が入る。すぐさまホブスは、ドミニクたち、ファミリーを召集し、ベルリンの敵のアジトに乗り込む。作戦は成功し、電磁パルス砲を手に入れたが、レティが、ドミニクの不穏の様子に気づき、解散直後ドミニクはホブスを攻撃した上で、電磁パルス砲を持ち去って、サイファーの元へ逃走する。攻撃を受けたホブスは、現地警察に身柄を確保され、 兵器強奪の犯人として即座にアメリカの刑務所に送られる。刑務所前に現れたミスター・ノーバディから新しい仕事と引き換えに釈放を持ちかけられるが権力に縛られたくないホブスは刑務所行きを選ぶ。彼が収監される房の向かい側にはかつての宿敵でカードが待ち構えていた。ホブスとデ カードが言い合いをしていると、ノーバディの前もっての計画によりすべての囚人部屋の扉が解除されて大混乱となる中で二人は外へと脱出、ノーバディは二人を自身の作戦基地、ノーウェアへと連行。同じくして、レティラ、ファミリーも彼に保護されていた。ノーバディは、ファミリーが危険リストの上位入りしていることを告げた上で、ドミニクはサイバーテロリストのサイファーと組んでいると明かし、 で、カードを加えた、ファミリーは、二人の追跡及び、ドミニクの確保の任務を与えられる。早速ラムジーが作成した監視プログラム、ゴッドアイで、ドミニクの居場所を特定するが、その現在の居場所が、ノーウェアと判明した直後にドミニクと、サイファーが襲撃。脳震盪を起こすグレネードで一度を麻痺させて、ゴッドアイを奪っていく。さり際に、サイファーは、 レティの前で悠々とドミニクにキスし、親密な関係であることを見せつける。レティはショックを受けながらも、ブライアンがいればと呟いたローマンに対し、ブライアンとミアを二度と巻き込むわけにはいかないと告げる。ドミニクが、サイファーの計画に従わなければならない理由。それは、かつての恋人エレナと彼女との間にできた息子を人質に取られていたからで、あった。そしてサイファーから、 対抗策を封じられたドミニクは、自らの選択肢がないことを述べると十字架をエレナと、息子の遊兵されている部屋に引っ掛ける。一方で、ファミリーは、サイファーらが、ゴーストフライトを用いて移動していること、サイファーの次の計画が、ニューヨークで行われることをつかむ。その後、ニューヨークに渡った、ファミリーは、魚市場の裏にある、新基地に向かう。そこで、コブストで、 カードは、もし生まれる時代が違えば、一緒に戦えたのかもしれないと話し合う。任務を任されたドミニクは、ニューヨークに潜伏すると、突如エンジンの調子を見たいと告げ、サイファーは五分の猶予を与えた上でそれを許す。その猶予の間にドミニクは、で、カード、オーウェンの母親であるマクダレーンに対し協力を、要請する。要請から戻ったドミニクは、ロシア国防大臣の車列に向かい、 一方、サイファーは部下に命じて、車列の半径3キロメートル以内の車をクラッキングさせた上で車列に突っ込ませて、警護車両の排除と大臣の乗る車両の足止めを図る。そして、ドミニクは、核ミサイルの発射コードを渡すよう大臣を脅し、コードを入手する。だが、その後、警察無線を聞き、ドミニクが動き出したことを悟った、ファミリーが、ドミニクの前に立ちはだかる。 先走って、リトルのオバリが罠に引っかかった隙をついてドミニクが、脱するとファミリーらも追いかけるが、またもや先走ったリトルが崩された、工事の足場に足止めされる。それでも他の、ファミリーはドミニクに追いつきドミニクの車両にケーブルを貼り、引っ張るも、高ウ力機の車両と起点を利かせてドミニクは脱出。それでもで、カードはドミニクを追うが、ホブスの目の前でドミニクに撃たれてしまう。 その後、ドミニクが自分のことを愛していることから打たないことを確信しているレティがケースを奪うもサイファーの部下である。ローズが彼女に重口を突きつけたことで、ローズの手にケースは渡ることとなる。基地に戻ったファミリーは、デ・カードが助からなかったことを知り、ホブスは悔しさをろにする。その後、ファミリーは、コナーローズからサイファーがナイトシェードに関わった応援賞や、 ゴッドアイの件に関わった指名手配犯、モーゼ・ジャカンディととながっており、ドミニクが彼女の仕事を二度潰したこと、ローズから得た情報をもとに次の計画が、ロシアのウラドビン、冷戦時代の潜水艦を改造した、ロシアの海軍基地で行われることをつかむ。その基地は、一月前に陥落して、分離主義者たちが乗っ取っているという。一方でドミニクは、ニューヨークでの一件を、 サイファーから問われ、目の前でエレナを殺されてしまう。その後、サイファーは、自分の望みが支配力であること、自分に逆らえばその国は痛い目に遭うことをドミニクに告げるが、息子の存在がなければ無事では済ませていないと、ドミニクから返される。ウラドビンに渡ったドミニクは、アイスチャージャーをかけ、ベルリンで、ホブスから奪ったデンジパルス砲を駆使しながら、ウラドビンの基地に侵入して、 潜水艦をサイファーに乗っ取らせ、それを終えると攻撃を受けつつも、基地から脱出し、ローズと合流する。一方で、潜水艦の乗っ取りに気づいたファミリーは、潜水艦を止めるために基地に侵入し、ホブスとレティが武装勢力を、リトル・ノー・バディとローマン、テズが、潜水艦に乗り込んで発射用チップのダッシュを、ラムジーは基地の操作室から、潜水艦を停止させようと図る。 しかし、サイファーの介入によって、回線を切断されるが、リトルノーバディがチップを抜いたことで核の発射は阻止された。それから、ファミリーは、武装勢力に追われながらもそれを退りけつつ、発進した、潜水艦を海へ出さないために南西にある、海中ゲートへと向かう。ドミニクと合流したローズはゲートを閉めようとする。 ファミリーを狙撃で始末しようとするが、ある人物の連絡を受けたドミニクが阻止した後に、ローズを殺害して、エレナの敵を撃ち、ファミリーと合流する。武装勢力の攻撃をドミニクが阻止すると、今度はサイファーが魚雷を発射する。それも一つは、外れ、もう一つは、ホブスの手で反らされる。そうすると、今度は、潜水艦を浮上させて、武装勢力を巻き添いにしながら、 ファミリーに迫る。それでも何とか脱し、ドミニクからハネムーンを邪魔したお前の負けだと言われるが、サイファーの指示で潜水艦の熱誘導ミサイルを発射する。ドミニクがロケットブースターを作動させて、ミサイルを誘導して潜水艦の肩に向かい、ミサイルを潜水艦に命中させる。激しい爆風がドミニクを襲うが、ファミリーの手で守られたのだった。 一方で、マクダレーンとドミニク、デゴ、サントス、ラルドの協力により、死を偽装していたデッカードが応援と共にサイファーの飛行機に侵入し、デッカードはサイファーの部からを尻けながらドミニクの息子を救出する。そしてデッカードはサイファーの元にたどり着くが、サイファーはパラシュートで飛行機から脱出する。ニューヨークに戻ったファミリーは、 バーベキューをしていた。テーズとローマンはラムジーにアプローチをかけるも、フルネームが分かった方にすると軽く言いなされる。ホブスはその気になれば復職も可能であることをリトルノーバィから告げられるが、16年間、勤め上げてきた DSS の職を休み娘との時間を過ごすことを決意する。そして、ドミニクはファミリーの他のメンツに息子を紹介するとともに、彼に、 ブライアンと名付けたのだった。一下劇中登場順からアイスチャージャー他にもハッキングされ、破壊される一般車両としてフィアットクライスラーオートモービルズが保有するブランドの車両が多数破壊されている。なお駐車場からハッキングされた車が落下するシーンには路面の下に地下鉄が通っていたため、落下地点の路上に後半を敷いて撮影された。 落下シーンのみで65台が破壊された。ロシアの国防大臣が乗る車として、メルセデス・ベンツ W221 リムジン、ロシアの国防大臣を護衛する車両として10台目、シボレイ・サバーバン、3台メル X 型2015年式、ダッチチャージャー警察使用車、BMW R1200 とニープド使用が登場する。この他にも多数の車両が破壊されている。 ありがとうございます。